いずれでもおしゃれやね、またお会いしましょう、はい、気づけて、はい、また聞かせてください、はい、どこのマフラー東京の方のなんかフリマックスをやってあるところのなんか初期の方のマフラーらしいんですよね。始まりから全部変わってるもんね。こんなことばっかりやってるから。いやいや、もう僕も変わらへんから。そういや、昔清原が乗ってたあの S2 のあのゴールドのやつ、うん、なんかレースかなんか出たやつ、うん、あれ大阪にあるみたいですね。 ありますね。この間あの川崎のね、何だっけな、木の実レーシング40周年かな、それかあの川崎のイベントの時に清原のバイク出てました。ゴールドパッと見たノーマルみたいにタンクの下にガッパッと出たんですよ、ね、そう、あのシングルシートになってるんですね。どこで見張りました。僕はね、鈴鹿で、あ、何やったら、永田さんかな、なんとか一緒が持ってはったみたいな。はいはいはい、まだ持ってはりますわ。この間、久々に見ましたから。あの人たちが、実はあるのも全然持ってはります。あの、ルーツザガーレースの時に、確か行ってはったんだろうな。お守り持ってるから、ねえ、高かったやろな、思いますわ、お守りは。なんか清原の方が H2R より高かったとか言う。そうやろな。